多いね。忘れ物は多くなるね。はい、皆様こんにちは、金尾嘉郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾嘉郎の音楽魂。もうね、いきなり忘れ物が多いね。多いね。ねえ、なんだろうね、それね。ということでね、今日金玉。ね、滑舌よくいきましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。高橋誠さん。どうもよろしくお願いします。誠さんも大活躍じゃないですか。昨日もなんかラジオ3連チャンなんですよ。あら、そうなんだ。昨日明日もまたコマラジ。そうなんですか。コマラジってのはコマエラジオ。困ったラジオ。違うでしょ。何が困ったんだ。ああ、そうですかね。昨日もね、フルートの方がね、一緒に。そうなの？うん、フルートと一緒にやりましたよ。ジョイント。気持ちよかった。いいね、そういうのもね。ああ、そうなんですか。なんかいろいろやっぱりそういう知り合いの方が番組やられてて。うん、そう。それもんだったね。そうですか。ね、いろいろ。ね、忙しいよね、まこちゃんもね。忙しくしてないとね。今日もこれからライブですよ。どこ？今日は横浜のベイシス。ベイシス。聞いたことあるけどね、行ったことはない。それは何？なんかバンドで？うん。今日はね、三色カタツムリ。ああ、そうなんだ。最近ちょっとまたやってなかったんだけど、今日だけちょっと復活します。ほら、矢口早苗さん。もちろんジュニアさんのライブ、企画ライブなんですよ。ああ、そうか。で彼らのバンドとその三色カタツムリとあとバチ当たりって石川俊介さんがいて、あれじゃない、誰だっけ、ミキサーやってるやっち田中さんとか、いやドラムの久保義明さん、久保君のバンドね。そう。あ、そうか。なんで、賑やかな感じになると思いますよ、今日も。ね。じゃあ、金尾さんも今忘れないうち言ったら25日ハイダウェイ。あ、25日ハイダウェイね。久しぶりに行きますね。明日、あさってだよ。あさって。日曜日よ。そうなんだよ。ぜひね、ハイダウェイ来てくださいよ。来てください。久しぶりだよね。久しぶり。スペシャルゲストに今回は白浜久志さん。白浜久志君とARB のね。で、石田一郎君もね、最近ちょっと一緒にやってて。初顔合わせ第2弾。そうだね。石田君もなんかいろんな人と、まあブルースもやってるんだけども。和夫さんともね、結構やってたり、まああと白龍とかね、元僕の徳間の頃のね、ドラマですね。僕を辞めてから結構仕事がいい仕事が入ってきたみたいな。お金が入るようになったって僕辞めた途端に。ということでね、もうデビュー曲からいきましょうか。今日は東京トナイト、東京トナイトからいきますね。お前はマリア 東京 tonight 古く悲しい映画のような二人のドラマ 東京 tonight だけの幸せ捨てたお前はマリア Tokyo tonight 日の光さえ届かない Here ここから Get Started Tokyo tonight Say, oh, it's a great chance, guitar. It's come the misery. Tokyo tonight. Come here, baby, good night, good night. Tokyo tonight. Oh, my heart, baby, good night, good night. Tokyo.Tonight, come here, baby, good night, Tokyo tonight, oh, baby, good night, oh.はい、東京トナイトをお届けしました。これ狩野芳郎のね、これ歌いながらやっぱ思い出すね。これ録音したのはもうデビュー曲なんですけど、これシングルを取りにね、シングルだけを取りに東京に来たんですよ。それでその泊まってたところが赤坂で、会社が取ってくれたんだけど、ホテル暮らしとか慣れてないから、俺暖房に弱いからさ。カラカラになっちゃったわけ。一晩止まったら、喉が。それでガラガラ声でもう録音しちゃったんだけど、ホテルをちょっと変えてもらったのね。赤坂のちょっと別のとこに。そしたら火事になっちゃって。ホテルが？いや、だからニュージャパンの。火事があったじゃん。あの時にその変わってなかったら、俺火事に遭ってたのよ。すごいね、それすごいでしょ。そういうこと思い出すよね。私それ見てたよ、テレビでね。あの時ちょうど録音してたの。そうだったんだ。1980年ぐらい。そうそうですよ。その時にしてたの。なんとで、そのニュージャパンに泊まったんだけど、それをさ、慣れてなかった。いまだにクーラーとかエアコンは嫌いなんだけど、その声が枯れてどうしようもなかった録音のそのまましちゃったんだけど、でちょっとかすれてるんですよ。でもそのやっぱり変わってなかったらね、もうここにはすごいね、ほっとした人いなかった。いや、その時にもう、その時もやっぱ命を守られたんだね。そうだね。悪運が強い。悪運って言わないの。悪運とかなぜそういう悪運ってすぐ出てくるの？悪運じゃないっけ、こういうのは。あ、悪はいらないね。運がいいんだね。それ悪って言っちゃうじゃん。悪運が強いとか言っても相当悪党みたいじゃん。いやいやいや。運がいいんだね。守られてるんじゃないの？そうだから。その時からもうすでにね、で大体俺も小さい時飛び降りたりなんかしてるから、そっからもう守られて、スーパーマンになれると思って飛び降りた人なんか全国に何人かいるんだけど、そんな俺もやっぱり似てると思って、いや俺首に風呂敷巻いて飛び降りたことがあって、友達の家の2階か3 3回ぐらいからすごいね。そうそうそう。それでもずっとあれお二人は後遺症はないですか？俺も風呂敷でうちの2階から飛び降りてた。本当。いや似てると思った。この年代の人って強いんだよだからね。そうそうみんな飛び降りる。人がやらないことやるやっぱりね。いやだから下でさお前そっから飛び降りきりねえかとか言われるわけ。あ茶化された。そうそう。これですね。飛んじゃう。そうするとねやっちゃう。やだね。3ヶ月に3ヶ月がもうそれも治らないっていう。すごいね。あらあら。共通点。でも2人とも影響ないまだね。いやどっかおかしいよ。後遺症あると動かないともうダメみたいな。それはあるかもね。じっとしてられない。そう。そっから始まった。確かにねそれありますよね。だって小学校の頃だから俺じっとしてられないからだから授業中でも全然平気で外行っちゃってた。そりゃやっぱちょっと発達障害の部分に入っちゃうでしょねえ。もうずっと好き勝手に今まで生きてきてます。すごいね。でももう先生も止めないでああもうしょうがないやつはそうだからほっといてね自由にした方がいいんだよね。まあね自由にまあそういう思い出しますね。歌やっぱ歌うとまあ古い歌だけどもこれは一番最初のデビュー曲だからね。でそういうことがあったっていうのを思い出すね。火がこう燃えてるとこ思い出すの歌いながら。ニュースで見たよ。私ずっとニュース見てた。事務所に入ってたからもうすでに。そう見てた。だってあれ。ひばりさんスタッフのね入ったばっかで。あそうなんだ。うわーと思ってすごかったよねあれ。毎日そればっかりやってたから。まあねそういうこともありましたけどね。東京都内とご紹介しました。じゃあ私たちもこれ聞くとき思い出すかもしれない。余計なこと思って。ニュージャパンの火事はね。ねだって相当有名じゃないですか。だから助かったんだよね。すごい。またでもいいホテルに泊まってましたね。いやだってでもあそこだって高いとこでしょ割とね。ビジネスちゃん。もうあれでも一押しだったな俺。一押しだ売れなかった。一つも売れなかったんだよね。一押しだったのね。そうか。一押しなんだからその時はね。いやだからその時シャネルズがやっぱり同じ会社で佐野元春さんとかねシャネルズとか売れてた頃。タチさんとかね、タチヒロシさんと録音の時ね、スタジオ品揃で撮ったんですよ。品揃高いからね。でもね、そこ品の町スタジオって言ってた昔から。そこは大滝さんがさ、3ヶ月ぐらいもう抑えてた。もう抑えてるよね。あの方たちってスタジオに入ってからやるんでしょ。そういう抑えられる人っていないから、もうその当時はもう高かったから。で、俺録音してたらさ、タチさんが見に来てて。あ、そう。で俺知らないもんだからさ九州から出てきたばっかりで革ジャンの上下を着てブースにこう入ってきた人がいてね。で俺らはもう煮詰まってたわけよ九州弁で。もうグラグラ来たとか言ってね煮詰まってたらそしたら誰か来たからさ「誰だぞ」って「つまみ出せ」とか言ってたわけ。そしたら「狩野さんちょっと紹介しますから来てください」って言われて。タチさんですとか言って知らないもんだからさ「米好きバッター」みたいに謝っちゃってさ知らないから怖いね。ということでお便りいきましょうか。市川市の永井さんありがとうございます。松下さん高橋誠さんカメラマン鈴木さんきっといる松戸まっちゃん今日はいません。先日は横須賀のライブで2年ぶりに再会できたことがとても嬉しかったですが、永井さん2年ぶりだったの。そう永井さんもねいろいろ体がそうだよね。また再会を楽しみにしています。今は左膝人工股関節の手術を終わりリハビリをしています。まだしっかりと体重がかけられずにいますが徐々にできるようになってきました。早く退院してまたライブにお邪魔させていただきます。リクエストは娘さんに書かれた歌をお願いします。暑さがまだまだ続きますが負けないように頑張っていきましょう。永井さんね杖をなしで歩けるようになってね。昔はね横須賀でよくね楽屋っていうところで見に来ていただいて、そうよかった。杖をついてね、それで両方杖だったので、車で来られるんだけども、やっぱりこう階段とかサポートしたりしてたのね。そうだったんだ。もうそれで体重もガッと落ちて、ハンサムな顔でね、もともと端正な顔のそうそう、それで今もうね、元気になられてね、この間横須賀で会いました。またじゃあスイートじゃしたのね。ね、頑張ってくださいね。どんどん良くなることをね、祈っております。リハビリって大事だもんね。そう、本当に。ありがとうございます。俺もね、自分しかわかんない今ね、要するにがんはもう治ったんだけど、肺炎があるんだけど、それも治らないっていうね。がんも治らないっていうのも治ったからね、ステージ4でも。だから奇跡の人って言われてるんだけど、いやでもね、リハビリはね、自分なりにちょっとしてる。あ、そう。治らないって言われてもね、ちょっと頑張ってやるのよ。そうするとね、少しよくなる。だから声も出しやすいもん。でも全然出てるよ。出てるよ。なんかね、今タバコもやめてるしね。それ大きいと思うんだよね、タバコのね。タバコはもう最悪。本当最悪よ。もう俺もやめるつもりなかったけどね。タバコってだから吸ってる人より副流煙が最悪な。それでみんなやられるんだよね。ああ、そうなんだね。よかったね、足洗い。だから足洗いって足洗いってっていうの、いやもうだから吸えなくなっちゃったからね。そりゃそうね。空気吸うのだ大変なんだから。息が吸えないんだから。まあね、いやほら、息がまともにできないからね。そうだよ。煙を吸ってる場合じゃない。本当にね、自殺行為。全然俺だって普通に吸ってたけど、まあだって俺子供の頃肺炎になったんだけど、それタバコのせいだからさ。子供の頃だから周りの大人の人周りの煙吸ってた。永井さんのリクエストね、おそらくオンリーサイドですね。娘のための歌です。行きましょうか。はいはい。じゃあよろしゅうございましょうかね。あ、ちょっと待ってください。永井さんのリクエストにお答えしました。オンニュアサイド金尾義郎でございました。はい、続けてじゃあお便りいきましょうか。お便りいきましょうか。はい、鶴見の九州男児さん。九州男児さん、久しぶりですね。はい、音楽魂の皆様こんにちは。はい、今日もカンカンデリ初老は朝から初老は干からびそうです。ああ、そう。初老だ。初老。先日汗と水分補給のバランスを崩し体調を崩しました。水分の大量摂取も良くないそうですが、汗を出したら補給するとのことを大事にとの大事さを痛感しました。リクエスト、青空に合う曲をお願いします。皆さんお体をご自愛ください。青空に合う歌というのはあの歌ですよね。青空私ね。青空っていう。でもう一つ続けてじゃあ探してる間にね。ラジオネーム音楽魂のち、金尾さん、としみさん、誠さんもいるのかな。撮影の鈴木さん、こんにちは。いるよ。ご無沙汰しております。清水です。あ、清水さんだね。清水さん。あ、清水海王。はい。日に日に暑さも和らいで秋の香りがしてきました。夏バテ、熱中症など体調はいかがですか。金尾さんの肺がんも消えて、その後の検診は大丈夫でしょうか。今週もう一回。来週かな。来週。病院。今月。そう今月。チェックですね。チェックしますね。はい。その回復力の凄さ、がん細胞をやっつけてしまう威力。金尾さんエキスががんの特効薬になりそうな気がしますが。かっこあれ新薬ですって。さて。本日は金玉とのこと1時間あっという間でしょうがまだまだ暑いので、はい、恐怖体験などありましたらぜひ聞かせてください。夏といえばの恐怖かな。あれなんだっけ霊体験とか幽霊とかリクエストはすべてなのでお任せいたします。はい、ありがとうございます。残暑厳しいですが水分補給忘れず乗り切りましょう。はい、再開できる日を目標に頑張りますよ。音楽魂大好き清水でした。はい、清水さんありがとうございます。清水さんもねありがとうございます。ね、闘病があったと、ね、癌のねでも元気にねなられて怖い話なんてある？怖い話そういうの経験したことあります？怖い昨日してました。来た。コマラジで。やってましたね。コマラジやってました。コマラジでなんか言ったっけこれ。怖い体験？見える？見えるの？まこさん。いやだって俺それ仕事にしてたもん。どういうこと条例、うん、このお払いをする、うん、マジで、うん、これいいんですか言っていいのかな悪いのか分からんけどそうなのないでしょ見えないでしょいや見えないね私はもうね目では見えないけど耳で感じることがすごくある。音がすごいの音でまず感じる気配とか。僕のねでも親戚もう亡くなったおばさんがそういう人だったの。そうだった。そうそれでよく見える人で神社のそこに住んでで近くの人が相談に来たりとかね。それはそういうすごいいろんな人を助けたみたいよ。で俺が飛び降りた時に、もうそういう幼稚園の時なんだけどそのおばさんがずっとそばについていてくれた。ああそうだった。そう。そういうとこあったね。で俺うどんばっかり食べてたわけよ。だからうどんばっかり食べてその頃からもう命のうどんになった。それで命が助かったんだ。食欲があったからよかったんだよねきっとね。よかったねそれはね。で食べるって栄養だけじゃなくてやっぱ脳に刺激するような感じで食べて。だから脊髄から水を取って濁ってたらちょっともう後遺症が出るっていうもう濁ってたからで目も離れちゃってこう寄るんじゃなくて離れちゃっててだからダブって見える2人ずつだからみんな2人ずつ来るわけよそういう記憶があるよねそのだと自然に元に戻ったんよそれもねやっぱ運が強い悪運がね。悪運じゃない。運がやっぱ守られている。守られてるんだね。そのおばさまがきっとね。そういうのあって怖い話だからそんなにないよね。でもあんまり怖くないね。怖くない人生きてる人の方が怖いよね。そう生きてるね特に人が怖いよね。特に女が怖いでしょ。生きてる女いや生きてる女そうなの女が怖い。生きてる人の生き量が怖い。生き量がそういうの見えるねあるんだってねそういうの。そういうのあるって本当に。本当。そうよ。ねえ、何の話だっけ。お便り行きましょう。お便りね、もうこれ清水さんね。清水さんね、ありがとうございました。ありがとうございます。怖い話はなんか今が怖いみたいで。今が怖い。饅頭怖いとかね。楽じゃないけど。つとむさんから。あ、つとむ高橋さん、はい。皆様残暑見舞い申し上げます。2週間前に音楽魂にお邪魔して、あっという間に2週間。そうでしたね。あれから2週間。カルメンマキさんのそう当日のゲストカルメンマキさん、音楽魂のスタジオにお邪魔させていただくようになって早10年過ぎてしまいましたが、ただの見学者の私はあそこまで緊張したことはありませんでした。カルメンマキさんね、やっぱりちょっと存在感がすごかったよね。ありがとうございました。ということで、今日は金玉、先週の菊田さんの会は時差ボケで倒れてしまいライブでは聞けませんでしたが、今日はしっかりライブで聞きます。せっかくですので本日のリクエストはマイフレンドお願いします。マイフレンドですか。マイフレンドがね、ない。今日はあるかな。ないですか。ちょっと待ってね。まあちょっとお便り他に。お便りはね、あとミキさんね。皆さんこんにちは。昨日よりは涼しく午後から曇ると言ってる博多です。全く自分が、外のバレーコートでうさぎ跳びを40周させられた頃なんて昔ですね。そんな30度を超えるのも8月で1週間なかった気がしますし、ここ元の気温の上がり方は異常ですね。それに台風10号は予想最大瞬間風速55メートルって言ってるし、本当に気をつけたいものです。10号が今近づいてきてるね。風速55って飛ばされちゃうね、車とか家とかね。先週のしゅんさんにダフさん、いつも通り素晴らしかったですね。そして今週はちょい久しぶりの金玉、また楽しい時間が過ごせそうです。かなおさん、いよいよあさってですね、ハイダウェイ。ハイダウェイ、はい。バンドライブは無理せず楽しんでお客さんを楽しませてくださいね。無理をせずに。だんだんね、僕も回復してきましたのでですね。いい感じでできると思います。はい、自分は来月28日シルバーバックで、同じセットを体験できるのが楽しみです。未だに生で体験できていないハングリーアングルを聞きたい気持ちも多少ありますけど、としみさんも誠さんも体調に気をつけて乗り切ってくださいね。はい、リクエストはこの時間帯に似合いそうなウォーキングオンザストリート、あるいはこの時間帯に全く似合わない大好きな春吉コールガールですが、いつも通り何でも OK です。こちらは先週言ったように日曜日はあおちゃんを迎えたイベント、おそらく自分が体験した中で一番のステージでした。一昨日はファミリーの森かおるさん、昨日は西成の神様の弟子の女の子を見に佐賀まで、そして今夜は友達のブルースバンドを楽しみに大牟田まで、なかなかの長距離で行ってきます。そんで明日はムーニーさんなんで、本人に笑顔でうるせえなって言われるくらい騒いできます。だってこの距離感は分かんないんだけど、きっと大牟田とか、きっと佐賀とか遠いんでしょ、博多から車でね。えすごいね。ありがとうございました。ありがとうございます。どうしようかな。青空の歌で、青空を私の青空、いやちょっとそれやってみましょうか。やりますか。ちょっとこれはね、鶴見のね、九州男児さんの。はい、じゃあお届けしましょう。キック落としてる。なんか穴の中入ってる。穴ってこれ線とか言うから。私大丈夫なの？「たった、大丈夫当たったよね。もう一通ね、お便りいいですか。はい、からさんれるからね、俺ね本当に怖いね、ここはね狭いからね。としみさん、誠さん、鈴木さん、こんにちは。朝から晴天で今日も暑くなりそうです。連日熱中症警戒アラートが出て36度、37度Cと体温計みたいです。東京は連日ゲリラ豪雨で大変ですね。皆さん大丈夫でしょうか。ゲリラ大雨なんかね、雨の降り方がもうこれ慣れてきて、なんかさ、ちょっと雨宿りすればいいのよ。でもね、こっから向こう降ってないとか、なんかこう境目があるよね。あるよね、すごいね、雨雲がね。ただ水に浸かったりとかねするところが被害がねあるからね、それはちょっとね大変だよね。先週は台風の中のラジオお疲れ様でした。台風ね、お疲れ様でした。そう、お疲れ様。いや、ダフさんがね前乗りしてきたから前に新幹線止まったからね。武蔵小杉に止まってたんだからさ、ライブが中止になってる。武蔵小杉じゃないからね、違うか、どっか近くにね。それで楽しみで、そのラジオがで、ライブがほら中止になっちゃったから、ラジオもライブも中止になって楽しみがね、もうせっかく日本に帰ってきてるからつってね、新幹線もうすいませんね、そこまでしていただいて。ダフさんも前乗りされてのご出演でしたね。しゅんさんとのライブ中止は残念でしたが、皆さんご無事で何よりでした。先週珍しくリアルタイムで聞けました。あっという間の楽しい時間、最高に癒しのひとときでした。音楽魂の皆さんの熱い結集力を感じました。ありがとうございました。そして音楽魂は CM がありませんね。これもすごいことですね。そう、1時間ね CM ない番組とかないよ。そうないでしょ。だから最初にコマーシャル、僕はまあ自分で作った歌とか流すんだけども、最後に番組のまあ YouTube 撮ってるんだけども、その後にまあスポンサー名を流したりとかっていうことなんだけども、それでもクレーム来ないっていうのは、真のスポンサーっていうのはね、僕思うんだけども、この番組とか僕らに対して投資するっていうことなんでね、コマーシャルで、コマーシャルのなんていうか、宣伝力、宣伝効果とかっていうのもねないからね。僕個人とか例えばそういう部分でお金をね出していただいてるので、まあそのおかげですよね。そうだね、本当におかげですよね。そういうことがね、やっぱ長く続いてると本当に分かってくるからね、ありがたいなと思いますよね。本当ですよね。ところで、しゅんさんのキングレコードデビュー30周年の世界配信された CD、先週ダフさんがシカゴで見つけてあったと感動されてた They Call Me しゅん、音楽界にも野茂がいた、日本の切り札菊田俊介と帯に書かれた CD を入手しました。しかもなんと新品です。もったいなくて開封できず聞けませんが、そうなの、野茂さんがほら大リーガーに行った頃で、音楽界ではね、しゅんちゃんがパイオニアだからね、ブルース界にだって黒人が日本人が行くっていうのもなかなかない話だったからね、そういうふうに書かれてたんだ、ちゃんとね。中古アルバムもうすぐ届くので、そちらで聴こうと思います。もう5枚揃います。だってすごい、ダフさんに話したら菊中毒ですね。春菊、春菊、なるほどね。春ちゃん菊、春菊、春菊、恐れ多くて食べられないのではと言われました。食中毒は嫌だけど、世界中に春中毒が流行ってほしいですね。本当ね。来週27日は早瀬久美さんのラジオ、しゅんさんがゲストを出演されてますね。そうそうそう。この間ね、撮ったんでしょ。収録してきました。これはね、八王子 FM ね、東京スターレディオっていうんだけど、結構ねそこはメジャーな人たちばっかり。そうだね。っていうか、そうまたカラーが違う。そうです。でね、収録なんですけどね、全部収録でね。俺は男だのマドンナ、変わらずお綺麗ですね。早瀬久美さんはこの間お会いしたけどね、若いよね。もう変わってないの、昔のまんま。昔と変わらないよね。確かつぐもむつみさんの漫画から俺は男だがドラマ化されたんですよね。当時女子たちは秀樹、ひろみ、五郎とアイドル大人気でしたが、さほど興味もなく、森健が大好きで、その影響で剣道部に入部しました。だって青春の思い出ですね。小千さん、あ、江川さんっておいくつですか？結構なんか昔のね、昔の話だと年がバレるよ。バレるよね。あんまりこういうところでね。そう、久美さんのラジオね、ちゃんと告知しますと、27日火曜日、毎週火曜日夜10時からで、次翌日の水曜日は昼の2時から1時間番組再放送があります。ぜひ聞いてくださいね。ね、ゆったりした番組だよね。僕も何回か。スタジオね、ぜひ紹介しますって言ったら、靴脱ぐスタジオ嫌だとか言って、そう言わない。そう。リクエストは風の中で立てよとお願いしました。はい。かなおさんのアルバム発売も楽しみです。はい。心待ちにしています。また大きな台風33というらしいですが、太陽なライオンに直撃するかもしれませんが気をつけてお過ごしください。被害の少ないことになっております。33っていう台風の名前33なの。昔33台風っていたね、なんかいなかったっけ？シャンシャン台風でしょ。もうさ、分からない、分かってる。私同時だったからね、デビュー当時が。私は上海クラブで、あの人シャンシャン台風だったから。じゃあリクエストをお答えしましょう。どっちの？風の中で立てよう。いきますか。いきましょうか。はい。冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。いつでもつかの間に消えるもの。悲しみはいつしか通り過ぎるもの。リクエストのお答えしました。風の中で立て、カノエシロでした。江川さんのね、リクエストありがとうございます。ここでちょっとライブの告知しましょうか。あ、まこさんいよいよですね、9月20日。これ時系列から言った方がいいじゃない？時系列。時系列。はい。まあ9月14日。レンズ。レンズね、学芸大学のメープルハウスで、メープルハウス、これレンズですね、トリオの素晴らしいバンドですね。はい、それと20日はもうあれですか、もうソールドアウトじゃない？いやいや、まだまだ本当大丈夫だと思います。コキのね、2人とコキーズね、コキーズバースデーライブいただきます。これ原宿クロコダイル9月20日ということで、皆さん金曜日ですね、お越しください。はい、はい、それが9月28日、先ほどちょっと申しましたけども、これはシルバーバッグで博多どんたくお祭りですね。お祭りですね。これ博多どんたくのね、これどんたくってどこの、オランダ語ね、ゾンタク、それから来てるんだ。そうそうそう。で博多どんたくってまあ祭りですよね。ね、これは出演者はすごいですよ。これ九州の方がほとんど。そうですね。昔の昭和みたいな感じになりますね、横浜が。はい。ライブハウスのね、白浜久志君ね、ARB、まあそれと中野茂樹君、ハーモニカですね。これ中鹿ブルースバンドとかいろいろね、ラグタイムのバンドとか組んでた中野茂樹君のハープですね。あと藤本君がエコーズで、今北九州とかでね活躍してると思うんですけど、ここにも来ていただきましたね、茂樹さんも。あれですね、動物王国の動物の歌を歌うのですね。そう、動物王国にいたんだよね。あ、そう。はたえムツゴロウさん、ね。そう。あとね、石井圭介、これは山田バンドとかやってて、僕の徳間時代のキーボードツアーメンバーですね。石井圭介、それで石田一郎もその時のバンドの仲間ですね。という感じですね。赤い工場。9月28日土曜日。はい、9月28日。ちょっと早めにね、5時オープンのスタートが6時。投げ銭です。ステーキとか食べながら、食事しながらゆっくり来てください。赤井さんと私と石田さんだけ、九州じゃないのは3人。はい。博多弁が飛び交います。そう。シルバーバッグですね。よろしくお願い。9月28日。で、あとね、ちょっとね、これ10月かな。9月、10月はね、福島また行きます。福島県の日本松ちょうちん祭りの時ですね。5日でしたっけね。これは5日で、翌日はね、カモンっていう初めてのお店でねやります。それはね、またご紹介しましょう。で、11月はね、やっぱ2日間スカウトは行きますね。誕生日の時かな。それ何日だっけ？16が森プカかな。森さんのところの森プカで、ちょっと広くなったのよ。あ、そうなの。石井寛二君とか来てると思う。石井さんの赤も行ってらっしゃるんじゃない？そう。もう根付いてます。2階席ができたみたいな。あ、そう。すごいんだ。すごいじゃん。ね。森プカでやって、あとプカプカで翌日ね。はい。じゃあそれはね、アルバムね、それまでにアルバムも今制作中で、もうほとんどねジャケットデザインできました。できましたね。一緒に行きたい。ね、お誕生日だからね、お祝い。ね、ぜひ。ということでね、詳しいことはね、また連絡する。それでとりあえず25日、今週の明日明後日、皆さん来てください。ハイダウェイです。どこって？南林間ハイダウェイ。この時も白浜さんね、ギター来ていただきますので、ぜひ。久しぶりなんだよ。今日のベーシスよろしく。あ、ベーシスね。今日だよ。今日ベーシスね。横浜です。館内ですね。あ、館内にある。結構横浜もライブハウスいっぱいあるよね。そう。ね。早苗ちゃんの結構あそこのバンドはよく企画でやるよね。企画。俺前ね、お誘い受けて、まだちょっと肺炎がなってあれでちょっとね、行けなかったのね。じゃあね。頑張ってね、やってますよね。最後にじゃあちょっとどうしようかな。もうリクエスト来たけどね、リクエストのマイプレンドもちょっとあれがなかったね。そうなんだよね。夢から覚めたらやろうかな。ちょっと軽く今日はこれ次のアルバムに入れてますね。リジャのピアノがメインでやった曲なんですけど、それとしゅんちゃんが軽く入った2人だけの夢から覚めたらっていうね、僕20歳の頃に作った曲ですね。それをご紹介しましょう。からの減り足に残った誰かの映り画が遅い帰りを一人待ってた。お前の瞳を濡らすなんて泣き疲れたら膝枕、素敵な夢でも見てておくれ。寝返り打ったお前の顔はちっとも悲しく見えないけれど、だギリギリになっちゃいましたけどね、今日はお届けしました夢から覚めたらでした。今日のお相手は松下俊美と高橋誠、花尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。また来週も金玉金玉、はい。川が流れてるが流れる、春には菜の花があたりを埋め尽くす。行き交う人の中にしいあの人は